会社さんに一度お邪魔した時に土に還るプラスチックのコップをいただいたんですね。すごく未来を感じました。で、 CM の中で多分こう未来を照らすようなワードがたくさん出てくるんですけど、なんかその前兆みたいなものを前回お邪魔した時に僕は感じていたので、なんか点というより線のように、あ、こうやってジェスタブリさんが未来を見ていらっしゃるんだなっていうことに何かワクワクしました。美味しいプラスチックっていうワードはちょっと強烈に今回残ってまして、そんなことありえないだろうっていうことが覆されてきた歴史でもあると思うんで、大いなる未来を具体的に感じるというか、もちろんすごく大変だと思うんですけど、なんか一つ一つの今回こうやって文字になったものがいつか証明される日が来るんじゃないかなというふうに、今日僕が触れたこの文字が実際形になるっていう日を楽しみにしてます。JSW さんはやってくれると思ってます。ありがとうございました。